骨折しないように頑張ります。うわやばい、汗かくと前髪がもんじゃらに。いない。インタビュー中だから髪型一緒じゃん。髪型まあ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 、まあ、双子ですか。あ、冷てぇ。動画なんで、あ、動画なんだ、動画なんだ、動画なんだ。俺だけ撮って、第1回戦フット、俺だけ撮って、俺だけ頑張ろうね。頑張りましょう。さあ、一緒に僕、じゃんけんぽい。勝った。おいおいおい。こういうの向いてない、向いてないんだよな。ドッジボールってほらこういう動きある。ちょっと向いてない気がするんだよ。あいつ縦にしてるぞ。ボールが悪い、ボールがやばい。いや強いだわ、広い線ずっと踏んでるから。やっぱギリギリの緩い球をキャッチしようと思うとどうしてもね。お願いします。
削り切るわ。あ、なんだお前。怪我させておこうかな思って。先にうちの商品なんでやめてください。商品っていうの、商品っていうの、ポンポンの商品じゃねえか。じゃんけんポン、アイコで、アイコでしょ。うっしゃー、今のボールでーす。3決定戦スタート。ドッジボールどんな感じかなって思ってたんですけど、楽しかったです。勝者は黒でございます。黒チームは3位でございます。はい、強いね。で、今回はですね、多分ね、YouTuber 1あの体力測定すごいんですよ。いやいや、自分が知ってる中では1番。今回はコースさんに勝とう、負けてられないと。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。滑る結構。あー、48。おー、いや、結構高い。うーん、しょー。あ、39? 37。全然50いかない。あー、つけたらダメだ。48.2。お、どうなの64って。全然あ、わかんない。あ、でも多分一般の人よりはあるけど、71かな。レディーゴー。左のが強そうだな。
弱え。56点。いや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 、そんなに左右差ないじゃない。さすがゴルフの設定。ゴルフの設定決めない。ツー、ワン、モーション。力はあるけど体が硬いことにびっくりしましたね。チャンピオン。半田裕次郎。元レスリング国体選手、関東大会2位、4位。あ、4位だった。まあね、やっぱ硬いっすよ。頭から柔らかくなりたいと思います。はい。あれ、これダメじゃん。上がっちゃうじゃん。いきまーす。あ、すごいすごいすごい。すごい。大したけど。いきまーす。え、低い。なんか143じゃないでしょ。43か、低いな。150。はい。え、ちょっと待って止めなきゃダメなのこれ。待って、もう一回出してください。いきまーす。はい、はい、きつ。88.7。どっ、 おもちゃ系 YouTuber の限界です。やっぱ10年も経つともう衰えるもんっすね。継続は力なりです。え、46.9kg でーす。49cm。 ちなみに36歳の垂直跳びの標準値は 50以上が標準だけど、僕は49。あ、待って、でもね、思ったよりいけてる。まあ、おおおお、はい、14.6。これモテるんじゃないですかね。モテるんじゃないですかね、ここで。はい、普段は生活とか YouTube とかで運動もできなくて、運動に触れられる機会をいただいてすごい良かったなと思ってます。ありがとうございました。これからも頑張っていきます。よろしくお願いします。Yeah.
惜しい。強い。総合優勝もらったから。惜しかったっすね。あ、でも総合優勝っすよね。ですよね。決勝出てますもんね。1位、2位、2位なんで。あー、総合優勝だったし。まだわかんねえのに。総合成績の発表です。はい、成績。はい、ドッジボール部門。ようやくだね。言われちゃって、言われちゃって、親の涙言われちゃって、めっちゃ泣いてる、泣いてる、泣いてる。いやー、フットサルも負けも全く勝てないんですけど、最後に勝ったので勝ててよかったです。普通のコメントです、すいません。3位取りましたね。死守しましたね。なんかまだ幸福になってますけど大丈夫ですか。いや大丈夫です、大丈夫です。とにかく楽しんでやれたんでよかったと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、最高に白熱した。いやー、もう久々の運動すぎてもう疲れました。ドッジボールだったんで、そう、野球、元野球部だったんで、そこだけを重視していったんで結構当てられたんで、ありがとうございます。ちょっと本当は優勝狙いたかったんですけど、まあただ3位になんとか入れたんで良かったかなと思います。めちゃめちゃ楽しかったなっていう印象もあり、はい、なんか今回バランス取れてましたよね。そうなんですよね、うん、楽しみましたね。ただ、うん、ただ緊張したね。いや、いやもうだって初めて会う人ばっかで、あーまあそう、写真撮るから、写真撮るから、着替えてるか、エロい、エロい、着替えてるか、ちょっとあざーす、あざーす、ありがとうございました。ありがとうございました。最高。